始ま、うん、始まったかな。うん、始まってるよね、これ。はい。こんにちは。やっほー。インスタライブ久々にやっていきたいと思います。あ、で、あの、事前に質問を募集をしたので、それからまず答えていきたいなというふうに思っています。たくさんの質問ありがとうございます。では、いきます。じゃあ、まず一つ目。じゃあ、簡単なものから。好きな色は？好きな色は、黒、白、グレー、紫。まあちょっと定番かもしれないけど、まあそうだね、結構これはその服にも関わっている色かなっていうふうには思ってて、わりかしその自分の服も、普段の服もなんかそのシンプルな服が多いから、うん、なんか洋服もわりかしその色を選んでる気がする。好きな色と、はい、比例してる気がします。はい、次、好きな食べ物。好きな食べ物はもう僕はもうナポリタンなんですよ。もう不動の1位、不動の1位はナポリタンで、で2位がシチューが好き。なんかあんまりその1番に持ってくるみたいなこと言われるんだけど、そうね、だからその将来まあ結婚するかも分かんないけど、もしそうなったらその2つは作れる方がいいなっていうふうには思ってます。はい、次、好きな音楽何を聴きますかってあるんですけど、僕はラッドウィンプスさんがすごく好きで、あとはあのシーズさんっていうバンドの人たちと、あとはキングヌーさんとか、ちょっと バンド系が好きなのかな。でもロックバンドっていうよりはバンドかな。割かあの歌を歌うのもそのラッドさんとかをよくカラオケとかでは歌ってるかな。逆にあのおすすめを教えてほしいです。おすすめ教えて、おすすめ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 を教えて、おすすめ、あれ、おすすめ、あ、ヒゲダン、なんか結構知らないの多いかも。なるほど。あ、ミセスグリーンアップルさん好きかも。あ、いっぱいいっぱいある。ちょっと次いきますね。好きな漫画は何ですか。僕結構こうもう少年ジャンプっ子なんで、
まあ最近で言うと、もう「鬼滅の刃」だったり、あの「ヒロアカ」「約束のネバーランド」とか、あとは「ドクターストーン」とか、あとは何だろうな、まあ「ナルト」とか、まあ「ワンピース」も好きだし、もう本当にめちゃめちゃジャンプっ子です。はい。特にでも今ハマってんのは何だろうな、あ、でも最近、一番最近、アニメ見たのは、弱虫ペダル。弱虫ペダルは面白かった、めちゃめちゃ。なんか、作品は知ってたけど、見てなかったから、見てみたらめちゃめちゃ面白くて。なんか、この自粛中のアニメ見てたのは、結構わりかしスポーツ系のアニメを見ていたかなっていう。ハイキューとか。うん。見てて、で、同じ事務所の山本君がやってた役の、のキャラクターと、あ、こんな感じなんだとか思いながら見てた。次行きます。子供の頃の将来の夢。子供の頃の将来の夢は、あれです。プロ野球選手。僕ずっと野球やっていたんで、野球選手になりたかった。なんかそういうアルバムとか、プロ野球選手になりたいっていうふうに書いてましたね。でも本当に野球やってて、まあもちろんその野球っていう楽しさっていうのももちろんだけど、上下関係、まあ敬語とか、あとは部長もやっていたんですよ、こう見えて。だからその責任感とかそういうものはなんかすごく学ばせてもらったなっていう思ってます。一応ね、部長でね、エースでね、打順は5番だったんだ 4番じゃないんかいっていうのはあるけど、ね、だから結構今までは仕事帰りの時とかは、バッティングセンターとか結構行ったりはしてましたね。次、生まれ変わったら何になりたい？もうこれは本当にちっちゃい頃からずっと変わってなくて、なんか変って言われるんだけど、もうこれが一番なりたいっていうか、なれるもんならね、雲になりたいんですよ。空の雲になりたくって、理由もちゃんとあるんです。まあ何も考えないでずっと浮かんでるじゃないですか。で、まあ、結構僕人間観察が好きなんですけど、なんか上からその様子だったりとか、人の動きだったりとか、なんかそういうのを見れるから、ずっと永遠に見てられるからいいなーって、なんか小学校の頃からずっと言ってる。これもう、なんならもうこれはもうずっと変えたくなくて一生言います。やってみたいアルバイト。やってみたいアルバイト。やってみたいアルバイト。でもコンビニ店員さんとかは、なんかすごく興味はあった。なんか、コンビニ店員さんじゃなくても多分いいんだけど、このピッてやつを やってみたいっていう気持ちはめちゃめちゃあって、なんかおもちゃで持ってた、家で。ピッてやる機械を、それを持ってた時はなんか、レジ打ちさんになりたいみたいなことを言ってた気がします。まあこんな感じで、次、最近ハマっていること。まあ最近、まあそう、まあこの自粛期間になって、
すごく自炊をした。あと待って、ちょっとコメント読もうかな。やべ、ちょっと見まーす。なんだろうな。で、私レジ打ちです。いつもありがとうございます。今日も究極のタレ目、僕タレ目なのかな。タレ目なんですかね。僕自分では切れ長だと思ってるんですけど。 え、俺タレ目か。そう？そうなのか。 あ、やっぱ垂れてんだ。あ、なんだっけ？質問。質問じゃないや。質問。あ、そうだ、最近ハマってることは、自炊をよくやっていて。ナポリタンシチューはよく作るんだけど、なんか、ちょっと、料理好きになってから成長したなって思ったのは、サーモンのムニエルとかサーモンの照り焼きを作れるようになったこと。 まあなんか言うて、アルミホイルの上に、乗っけて、それどんどんボボボボボボ乗っけていくだけだから、なんかそこまで難しいことじゃないけど、なんか僕の中ではすごく難しい料理と思ってたから。なんかそう考えたら、なんかちょっと成長したなっていうふうに思いながらやっている。あとはみじん切りとか輪切りが早くうまく切れるようになりました。すごくない？もうちょっと料理頑張っちゃおうかなと思ってます。次、次は、英語の勉強まだしてますか？ね、僕、何年前だろう、あれ。3年前とかかな？ 3 年前ぐらいに、NHK さんで、AAGO っていう英語の番組を、やらせていただいていたんですよ。で、その時に、本当に英語ができないところから始まって、で1年間もやらせてもらえたんですけど、喋れるようにならなかったわけですね。で、英語の勉強を頑張ろうとは思っていたりしてて、だからちょっと前、インスタをのその投稿を見てくれてる人はちょっとわかるかもしれないんですけど、ちょっと前まで日本語の文の下に英語の文も 乗っけていたんですよ。なんかちょっと勉強がてら。でもなんか、それがまず合ってるのかも分かんないし、それがなんか自己流だから、どうやって勉強すればいいのかちょっと分かんないですよね。難しい。勉強法を教えてほしいです。やっぱり一番は現地に行くのがいいってみんな言いますよね。行きたいな。だから英語はでも本当にこれから使えることだし、頑張りたいです。今はちょっとあれですけど。ちょっとコメント読もうかな。スクショタイムしてくれますか？スクショタイムって何すればいいかな？ちょっと覚えてきます。スペル、やっぱスペル違うのかな、投稿。教えて、どの投稿。 どの投稿。
教えてよ。お料理配信お願い。お料理配信ですか。ちょっとじゃあ考えます。それは、はい、考えますね。先ほどから海外のファンの人もたくさん見てくれてますよ。あ、ハロー、 My name is Toshiki Seto. Nice to meet you. I love you. ちょっと恥ずかしいんでこんぐらいで、はい、あ、なんだっけ、何の話したっけ。ちょっと待って、コメント読みたいなけど、ちょっとどうしよう。いくね、次。俳優を目指したきっかけ、はい、俳優を目指したきっかけは、もうそうっすね、ちょっとその髪の毛のなんかそういうなんて言うんだろう、モデルみたいのをやっていた時に、ちょっとその今の事務所、その検温の事務所の人となんかそのご縁があって、そのやってみないかっていうことで、でも僕そういうのちょっとなんか本当に分かんなかったから、そのやっぱりそういうのをなんか騙すとかもあるって聞いてたから警戒していたんだけど、その方にその名刺をあの渡されたんですね。まあ、うちの会社にはこういう人たちがそのあの所属をしていますみたいな見せられて、で僕あんまりその学生の頃とかあんまテレビ見てない子だったんですよ。なのに知ってる人しかおらんと思って、はい、そこから、演技レッスンに参加させてもらって、でそこでまあもちろん全くできなくて、で少し負けず嫌いなところがあって、なんかうわ、なんかくそ、頑張りたいなって思っちゃって、それがきっかけです。高校3年生の終わりとかかな、もう本当に高校卒業とかそんぐらいですかね。まあ、あっという間に年も経っております。成長できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、次どうしようかな。あ、そう、なんかこの前ヒルナンデスの放送があったんだけど、そのオーバーオールが好きっていうことを言ってて、で僕ね今日ね、いいかな、ちょっと待って、見て、オーバーオール着てるんだ。めっちゃ可愛いよね。もうこれ誰が着ても可愛い気がする、オーバーオール。え、これ変なの、この合わせ方。うっそ、オーバーオール好きだけど合わせ方が、え、これ変なのかな、変なのかな。芸能界ではていうか、もう質問が結構わりかし返せてきたので、あったおうち時間の過ごし方はどうでしたか。本当に多分それは皆さんとあんま変わんない生活をしてましたね。本当にまあ、ネットで、映画を見たりドラマを見たりとか、あとはまあ多少ゲームをやったりとか、まあそのご飯系は本当になんか出前とかあまりせず、本当にスーパーにもう本当にその時に結構多めに買って、あの自炊をやっていたっていう感じですかね。だからそうだな、一番スキルが上がったのはやっぱり料理の腕前かもしれない。はい、結構質問返していったので、ここからちょ
そ、こっちの何だっけ、なんていうの、コメント欄を返していったり、あとは僕からも質問ちょっとしたいかなと思うんですよ。何のゲームですか？何のゲーム？僕 Apex ってやつとデッドバイデイライトっていうゲームをめちゃめちゃやってます。デッドバイデイライトは多分言っても分かんないんだもん。その、まあ、一応ね、その赤帯で、Apex はね、何人かハンマーも持ってるんだ。分かんない人ごめんね。はい、何話そうとしたっけ。あ、そうだ、あ、僕のことをその何で知った人が多いんでしょうっていうのを知りたいんです。うん、教えてください。教えて教えて。あ、そう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 、なんだっけ、そうね、エグゼイド、はい、エグゼイド偽装結構、いや違うじゃん違うからあ、深夜のダメ恋、ストレイヤーズクルー、あ、結構バラバラなんだ。違うんだね。あ、推奨、そうですか。あん、違うんじゃね。ほん、まあでも、じゃあ、まあ何個か作品をピックアップして話していくと、そうだな。でやっぱり今とはやっぱりエグゼイドで知ってもらえたのがやっぱり一番多いのかな。と偽装不倫なのかな、これは、この感じは。で今なんか髪がやっぱ切りに行けなくてすごく伸びてるんですけど、まあその仮面ライダーやってた時ぐらい伸びてるかな。一番今めちゃめちゃ髪伸びてます。そろそろ切っちゃうんですけど、はい、こんな感じで今伸びてて、なんかでもこの自粛期間に自分の作品を見返したんですよ、何作品か。そしたらなんかあれ、仮面ライダーの時が一番なんか大人っぽくねっていう風にちょっと思った。なんか年々幼くなってねっていう役柄なのか分かんないけど、なんかそう感じてしまった自分がおります。まあ役柄なだからかなだと思うんだけど、なんでだろう。なんかあの時の撮影の時はやっぱりその、まあ、その外見っていうかそういうのにもすごく気使ってて、そのなんだろうな、僕結構目がまん丸だからキリッとさせたくて、そういうのもすごく意識していたし、その立ち方っていうか、なんかスンって感じとかさ、なんかそういうのも意識してたから特に大人っぽく見えたのかな自分の中で。なんか今のが僕若いなって思っちゃう。はい、あとはそうだね、何の作品言えばいいかな。どれをしろう。
あ、やっぱでも大人っぽかった。確かに。やっぱでもみんなもそう思ってんのか。若返ってます。さっき炭酸水飲んだからちょっと。ああ、松田が YouTube、 ああね、見てないから今度見ます。何喋ろうかな。あ、 P と JK ね。 P と JK、 あれ俺80、まあまあ、確か P と JK はストレイヤーズクロニクルっていう作品がに出たんですけど、それが初めての映画だったんですね。で、そっから久々の映画がその P と JK という作品だったんですよ。で、その少し、まあ、ちょっと重要な役でもあるシーンであって、すごく緊張していたんですけど、なんかすごく亀梨さんが優しかったなっていう。こんな僕にもすごく気遣ってもらって、に素敵な方だなっていう。なんか第一線でその真ん中で活躍する方はこういう方なんだなっていうふうにすごく勉強になったなって思います。顔褒められた。すごくない？かっこいいよ君、めちゃって言われた。それはめちゃめちゃ嬉しかった。あとは、まあ、チア男子かな。チア男子は本当に、なんだろう、まあもちろんそのどの作品でも作品入る前から準備をする、その役作りの準備をする期間っていうのはやっぱり自分でやんないといけないことが多いんですけど、まあ、チア男子は本当にみんなで作品に入る前から練習もしたし、読み合わせもしたし、なんか青春を味わわせてもらった作品だったなっていうふうに思ってて、なんか高校生の頃とか僕あんまり青春をしていなかったので、そのゲームばっかしてたんですよ。なんでなんだろうな、20歳を超えてからその青春っていうものを感じさせてもらったなっていうふうにはすごく思います。本当にいい素敵な作品に出させてもらったなっていうふうに思います。バク転今も多分ね絶対できる。今やってって言われてもちょっと無理だけど、なんかまた披露できる機会があったらしたいなっていうふうには思いますね。やっぱかっこいいよね。私は台湾人です。ニーハオ、ニーハオ。2波で終わってるよね。どんなスポーツが好きですか？どんなスポーツ、何でも好きなんです、僕。めちゃめちゃ。サッカー以外しかも得意。わりかしできます。まあ、弱くても勝てますね。弱くても勝てますは、もう初めてのドラマだったから、でもそれがその自分が得意だった野球っていうのですごくなんだろうな、まあ、緊張はしていたけど、ドラマの現場っていうものをどういうとこかっていうのをその体験させてもらったっていうか、知れた作品っていう、勉強させてもらった作品でしたね。でもその時はもう福士君が出ていたんですけど、
本当に僕はまだくもうすごいド新人だったのに、現場でいる佇まいっていうか、あり方とかそういうものを教えてくれてました。本当にありがたかったですね。嬉しかった。そうだな。あ、看護学生です。明日から半年の実習が始まります。あ、いや、本当に、まあ今こういうふうになって、なんだろうな、もちろん高校野球とかも中止になっちゃったり、すごく残念なんだけど、本当に一緒に乗り越えていけたらなっていうふうには思う。卓球めっちゃうまい僕。じゃあ質問もう一個いこうかな。僕の好きなところは何ですか？もうこういう機会なんでちょっと聞いときたいなっていう。たまにはちょっとニヤニヤさせてください。私はインドネシアのファンですが、インドネシアのファンに挨拶してもらえますか？インドネシアってあれどうなんだろう。挨拶なんて言うんだろう。ちょっと調べていいですか？やばい、ちょっと待って。なんて言うんだろう。ちょっと待ってください。すぐ待って。あ、あった。違う、これじゃないな。スラマッシャン。合ってるはず。 ほくろて。 いやいや待って。 好きなところほくろってどういうこと？え、ほくろもっとあるでしょ。 なるほどね、面白い。顔とキャラのギャップ、そんなギャップあるのかな。そんな思わないんだけど。全部っていいっすね。なんかいいっすね。オーバーオール着てます？着てますよ。あ、ちょっと足、やばい、痺れちゃった足。痛い痛い痛い。痺れた。あ、痛い痛い。逆にファンの好きなところ教えてください。え、いや、それはもちろん。僕を甘やかしてくれるところ。 いや、よくないんだろうけど。 やっぱり、まあそのね、そういう人がいてもいてくれそういう人としていてくれるのはやっぱ嬉しいな、ファンの人が。なんか、味方でいてくれるじゃないけど。
何あれえまだ足りない、もっと褒めてほしいですあ、そうだ、なんかあれ、なんかスクショとか言ってない、スクショって何すれば、何すればいいんだろう。このインスタライブ残してくれますか？残します。1週間ぐらい残しておこうかなっていうふうには思っています。はい、でもやっぱみんな人によってその好きなところ違うの面白いね。ぶりっこポーズってどういうこと？ありがとう、ありがとう、カムサハムニダ、あれ違うっけ、違うか、あれ、ウインクしてください、わかりました。ん、あれちょっと待って、どっちだっけ、どっちでいいんだっけ。はい、はい、あざといポーズいいよ。じゃあそれ最後にしようかな。ちょっと待って、あざといポーズってどういうこと、こういうことか。あ、俺ダメだ、可愛くできない、ちょ、可愛くできないわはい、まあちょっと結構時間も時間でなかなか来てしまったので、今日はこの辺で終わりたいと思います。なんかまた好評であればやりたいなっていうふうに思っていますので、教えてください。告知だけさせてください。僕一応今のところ秋に映画をが2本公開される予定なんですよ。でそのことをちょっと話していいですか、少しだけ、少し、あともうちょっとだけお時間ください。一つは老後の資金がありませんっていう映画で、天海祐希さんが主演なんですけど、その主人公の、 その天海さん演じるその敦子っていう女性がなんか本当にその作品の中でいろんなまあなんだろう、災難っていうか出来事だったりがいっぱい飛び交うんですね。でもその中でも老後の安泰を求めていくっていうコメディ作品になっていますので、いやーちょっとなんだろう、とにかくキャストの人がめちゃめちゃ豪華で、それでその台本読んだ時にふってなんか なんだろうわはははとか笑うんじゃなくてふって感じで笑っちゃうとこがすごくてんこ盛りなので、ぜひ見てもらいたいですね。なんか老後を今考え始めてる人もそうだし、若い人ね、結構若い人多いと思うんですよ皆さん。若い人たちもこれからてか今知っておいて損ないし、本当に老後にお金かかるんだなっていうのをこの作品を見て勉強してもらいたいです。うん、そんなとこでもお金かかんの、え、こんなとこでも、え、トータルするとそんなにかかっちゃうのっていうのも分かりつつもクスッと笑える作品になっているので、ぜひ見てほしいです。よろしくお願いします。あともう一つ、もう一つは、君は彼方っていうアニメーション映画です。池袋をね舞台にしてるんですよ、その作品が。だからその本当に多分池袋の街並みとかがそのアニメーションで出てきて、その中で僕はその主人公の松本穂香さん演じる美代っていう役の幼馴染の新田っていう役をやるんですけど、まあすごくね、台本を読んで
まず思ったのがシンプル。やっぱりなんかシンプルで分かりやすいのがやっぱりなんだろうな、アニメを僕よく見るから思うんだけど、なんか複雑よりやっぱりそのやっぱ王道かつなんか少しその作品の色があったりっていうのが一番見やすいなっていうふうに思ってて、なんか分かりやすくも、すごくメッセージ性もしっかりと込められてるから、本当にこれ見てもらってどう感じたかっていうのはすごく楽しみにしていることだし、これから僕まだ声も取っていないのでこれから取るんですけど、すごく頑張りたいなって思っているところなので応援してください。なんか応援してもらってばっかりになっちゃうね。本当は僕がね、そういうところは皆さんに元気を与えていかないといけないんですけど、なんか僕ばっかり応援してもらう形になってしまいました。すいません。でも本当にどちらの作品も皆さんの記憶に残るような作品にしますので、ぜひ楽しみにしててください。また随時いろんなことが解禁だったりしたら、お知らせします。今日は何分ぐらいだったんだろう、45分ぐらいやっちゃいましたね。やっちゃったんですが、これも踏まえてちょっとそのいろいろ感想も教えてください。なんか次回やるとしたらどういう風にしてほしいかとか、なんかそういう意見も取り入れていきたいので、ぜひ何で、コメントとかかな、コメント、インスタのコメント欄とかでこうした方がいいですよとか教えていただけたらなっていう風に思います。では今日はこの辺で、みんなありがとうございました。バイバーイ。切っていいかな、切ります、切るね。あ、ちょっとラスト 1,2 個読もう。楽しかった。最後にナイキス、わかりました。バイバイ。